はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。さあ、今日もね、ランク戦やっていこうかなと思います。デッキは最近お気に入りのティムール産業、まあこれちょっとまた調整しながらねやっていこうかなと。はい、今んとこどうだろうな、結構安定してるのは安定してる気はするんですけど、まあもうちょっと数やっていきたいですね。さあ、それじゃあやっていきます。はい、プレイ。さあ、先行7枚でキープ。これ難しいな。どっちだどっちだどっちだ。はい、さあ、裕福な亭主を出してターン終了。白タン、さあ、鏡割りの偶話、なんかちょっと火力かなんか引いてほしいところですね。白タンで婚礼の発表か。なんだろう、割と珍しいデッキな気がしてきますね。ストーンジャイアント、どうするこれ。まあ、捨てずに行こうか。さあ、黄金カノドラゴン、ターン終了。フォローか、厄介ですね。4マナ、5マナ、ターン終了。いや、やっぱりでもちょっと火力かなんか欲しいね。ちょっとあまりにもなんか何もできない。あまりにも相手触れないんだけど、ちょっときつくないか。
あ、オルゾフか。ちょっとね、相手に触れなさすぎて厳しいんですわ。本当にね、ただただ厳しい。あ、エスパーか。白タンやと思ったら。厳しいな。相手ハンドめっちゃ多いし。もうどっかで無理くるわな、これ。ターン終了。どっかで変になる。ロールスか。書き消しとくか。さあ X2 で空亀と黄金化のドラゴンもらいます。黄金化のドラゴン。
さあダック。さあ婚礼の発表。さあ刺激戻していきます。相手が 1,2,3,4 枚か。さあ黄金かのドラゴン。ここで倒すか。いやまあ一体でいいか。さあ、書き消し犠牲で。もうでもフルパンしていきたいところなんだけどね。国別とはさすがに入ってないんじゃないかな、メインでは。うん、フォロー。これ起動してるやつはもうダメだよね。
まあ、しゃあないな。はい。This is what you get for hurting my people.とりあえず殴るか。さあアタック。はい、対戦ありがとうございました。あ、そうか、またサイドだね。BO1 の癖が。さあ、お相手エスパーか。さあ、これでいきますか。
さあ7枚でキープ。ターン終了。当然向こうは真っ白をね入れてきてるやろうし、黒入ってるんだったら、まあ、そこら辺がどうかですね。ちょっと強引に行きましょう。産業のタイターまではちょっと遠いな。まあ相当厳しいけどね。さあブロック。相当きつい。これは本当にきつい。いや、ちょっともう無理だな、これは。やめとこうか。200持ってるが、やっぱちょっともうブロックまでいけないね。もうちょっとやっぱ火力が欲しいか。ちょっとサイが欲しかったね。逆に銀行破り入れた時に記憶の氾濫が微妙な気がする。墓地対策されるし。まあ、でもでかくなったやつバウンスできないのも辛いけどな。あと3枚何削る？
1枚減らしとくか。産業のタイタンいてくれた方がいいやろうけど、まあ1枚減らすか。もう1枚ここでいいか。はい、これでいきます。7枚でキープ。さあバグ部屋、はい、裕福な亭主。アタック、ターン終了。ここだよね。ここで婚礼の発表来るんだったらジュワート打たなあかんやろうし、エメリアのアルコンは打たれたら不利なんか。対戦が基本でない土地はタップ状態。焼くか。さあアタック。ターン終了。さあダック、ちょっと森が来ないとしんどいな。ここでラフィーンか。ジュワートが効かん。さあダック、地味に結構削れてきたね。かき消し、状況ないこと祈るで。さあアタック、もしくはここで撃ってくれ。おお、飛んできた。ジュワート、まあ殴れんかったけど。さあ森引いてほしいね、森。おお来た。さあ作業場の船長、わあやられた。それはきつい。
やばい、今のは一気にもう持ってかれたね。うん、これは参った。多分もうこれは勝てないわ。こうなるとちょっと厳しすぎる。黄金かのドラゴン。さあ考察。いや、なんか意外とすんなりとソリンが処理できましたね。うわ、ホローか。ハンドがゼロっていうのがね、コントロールデッキとしてはもうどうしようもないね。家の焼き払い来い。完全に積んどるな。さあダック。ターン終了。あと8。いやー厳しいよ。家の焼き払い本当にここで引いてくれんと。あー、それすら無理になるか。あー、もう無理だね。焼き払うこともできなくなった。なー、もう土地あー、もうこれをするんだったらもう本当にもう最初からゲーム組まんでいいよ。もう中盤というか土終盤で土地しか引かんのはえぐいって。はあ、これでどうやってデッキ調整するんだって話だよね。もう結局最後事故で負けるっていうね、どうしようもないまあ、もう一回行きましょうか。なんかね、反省点が見えにくいんですよね、最終事故で負けるとなんか不満だけが残って。土地引きすぎたからって土地を減らすっていう選択肢ないからね、そもそも。それが本当にね、だるい。マジでだるい。はい、よろしく。お相手はゴルガリ。んー、なんだろうね。まあ、ゴルガリってことはあれだよね。サイドからは真っ白とかがガンガン来そうだね。リアニかな？サルーフ？これはまた珍しい。珍しいの来ましたね。さあ、エシカの戦車。さあ、ブロック。もう冥府の掌握。もう5-5になってしまうとめっちゃ強いやん。
する？ゴーゴー対処できないあれ、ゴーゴーの対処ができない。やばい、ピンチだ。やばいぞ。お、これはでもラッキーじゃないか。使い物にならんエシカが壊れて、土地が出せた。点を甘んじて受け入れようじゃないか。さあ、ターンもらいます。さあ、産業のタイタン。ターン終了。さあ、ブロックしない。さあ、ターンもらいます。残り5。サダック。電圧のうねり。まあもうそこが大きくなっても関係ないですからね。はい、対戦ありがとうございました。
サルーフね。結構対処に困るデッキですね。まあ、ちょっと今回コーマには外れていただこう。さあ、これでいきましょう。さあ、ちょっとなんか最近土地事故率高くないか。さすがに結構多めに入ってんだけどね。その後でこっちこれなんで土地がちょっと多めなんですよね。あんまりこういうのばっかりされると結構ね、辛いっすよね。まあちょっとどうかと思うレベルで、率が上がってきてる気がする。まあこれはしゃあないな。そういう時に限ってこういうでかいのがね、連続で来るとかね。これ来た、もう。これな、アリーナの闇だって、マジで。なんでここはこう連続で来るんかな。もうちょっとね、ちゃんと混ぜてほしい。パターンがね、よく似てんだ。サルーフだけど、あれか、八百長か。はいはいはい、八百長でしたか。でもこれ絶対間に合わんな。まあもうカード引かせます。脅迫関係ないんで OK です。さあ、ここでね、問題になるのは、もう一枚ちゃんと引くかどうか。もうその一点だね。黄金かのドラゴンが。さあ、八百長試合来ましたよ。まあさらにその八百長試合が空振ってくれりゃいいんですけど、そううまくはいかんや。おお、母聖樹か、攻めるかどうするかやね。悩むなこれ。慎重ですね。次ちょっと絶対土地引いてほしい。これはこの展開もほんとマジで次土地引いてほしい。
なんとか土地引いてほしい。はい、土地引かない。おお、マジか。もうね、どうしようもないよ。もうね、ほんと勝率下げるためにね、もう無理くり事故らすのやめてほしいわ、ほんとに。一応マリガンか一回。なんか次土地引きすぎになりそうな気がしてしゃあないね。怖い、本当に怖い、怖いよ、怖い怖い怖い。もうやめてマジで土地引きすぎとか。向こうもスムーズやね。お、殴ってきてくれた。これはありがたいな。わかりやすいな、これ。びっくりするぐらいわかりやすいな。行くか。さあ、ダック。これ4点では届かないよな。厄介やな。厄介やね。うん、きつい。ここで食らわしたかったな。しまったな。なんかいろいろとミスったぞ。めっちゃきついんやけど。きついなこれ。うん、き
つい。サダック。ターン終了。か。何点食らう？10点、13点食らうのか。さあどうする、これ。ここブロックするだけでいけるか。いや、行かれへん行かれへん行かれへん。トランプル持ってるわな。こうか。これで？8点か。いけるね、はい。あ、しまった。今ミスったな。めっちゃミスったな。ミスったわ。びっくりするぐらいミスったわ。ミスったけど、どうにかなる？ならんか。今のミスったな。マジでミスったな。ちょっと待って、これのコピーできたっけ？結構ギャンブルだな。クリーチャー状態でコピーできた？うわぁ、これちゃんと試しとくんだったな。14点。届かんな。いや、今のもマジでプレミだな。ミスったミスったミスった。もうでもやるしかないね。まあ、ここで試そう。実験だわ。わからん。クリーチャーかで、こう出てきてくれない。くれない。ダメだね。はい、終わり。あー、くそ、今のはもうダメだ。多分出ないと思ったけど、まあまあしゃあないね、今のは。勉強不足。というか、もうほんまミスった。あの、聞き辞儀のコピーするタイミングを間違えた。普通に間違えた。うわー、もったいない。今のはマジで失敗したな。アホだった。アホでした。すいません、ほんと、ただただアホでした。もったいないな、今のはもう本当に。こういうのなくさんと。まあ基本的に土地が多いパターンの時はもうできるだけキープしたいね。
まあこれでずっと土地比で負けるんだったらもうそれはしゃあないわ。あーだめだ、さっきのがちょっとショックでリゼットか。違った、なんか白も出てきた、なんだ。ターン終了。なんかお互いに土地を並べるだけ、まあ、こちらとしてはすごいありがたい展開ですけどね。あ、さっきあのハンドすごい悪かったから。まあこちらから動いていきましょう。なかなか面白い。まあどうせ捨てさせられるんでね、黄金貨いきます。ジバート、ん、ああ鏡割りの具合か。あ、黄金かのドラゴン。さあアタック。ターン終了。とりあえず今のところね、相手のデッキがよくわかんないんで、ちょっと様子見しながらですね。青マナ引いちゃいましたね。チャンスかと思いましたけど、まあもうこうなったら殴られても別にいいか。宝物出てきても
まあ、OK ですかね。ターンもらいます。さあ、僕もカノドラゴン。さあ、アタック。ターン終了。こちらのカウンターがちょっとジュワ島だけっていうのが非常にね弱いですね。心もとないというか。これはしゃあないかな。おお、ひなたか。はい、オッケー。いやー、じわっと打っとくべきだったか。さあ、電圧のうねり。厳しいですね。一瞬遅いな。さあ、記憶の氾濫。アタック。ターン終了。
スアタック。さあ、記憶の氾濫。さあ、エシカの戦車。はい、オッケー。まあ普通にブロックする。火力あるんだと使わせときたいね。なんだろうね。さあ、バグ部屋の居住地もクリーチャーか。多分2点火力はないんやろな。さあ、アタック。
マグマオパスか。かき消し。さあ、残りライフが4。鏡割りの偶話。まあ、この2枚はもういらんやろうな。さあ、作業場の船長。さあ、アタック。うん、オッケー。さあ、お相手ハンドがあと1枚。さあ、防生樹で破壊。はい、対戦ありがとうございました。
いや、船砕きいらんか。さあ、これでいきます。3戦目このハンドだったらよかったんだけどね。ターン終了。まあちょっと一回様子見ながら行きましょうか。できればやっぱりここは銀行破りは通したいね。まあ通るかどうか分からんけど、はい、銀行破り。お、通ったね。それは OK。さあ、土地が欲しい。なあ、引かんかった。こうなるとめちゃくちゃ厳しいんだけど。泣きそうな展開ですね。これはね、ちょっとどうしようもないね。ここはもうやめとこう。はい。もう自己負けは仕方ない。もうさっさと見切りつけよう。
さあ事故はなしでお願いします。まあなんとも言えんけど。何かしらの妨害手段は欲しかったなぁとは思いますけど。まああとは相手次第か。まあまあじわっと来てくれたのはありがたいね。否認も来ましたね。地味に厳しくなってきたぞ。ジュアートを出したくなかったけどね、まだ構えときたかったな。ちゃんと土地伸びてるね。うわ、終わっとる。さあコントロールデッキ同士はもう土地が止まったら負け、止まった方が負け。うん、もうしゃあないしゃあない、使わしていこう。そう思わんとやってられん。もうここが差ですよね。こちらは出せんけど向こうは出せたっていう。いいっすかね。いやもうここで焼きに行った方がいいか。前は相手のターンに戦おう。このターン焼きに行きゃ確実に焼けるやろうけど、ノーガードになっちゃうんで。悲しいなぁ、もう本当に。3戦目の事故率が異常に高いな。なんとか2戦で勝負つけへんと本当にきつい。黄金か出せないまま終わりそう。
さあドラゴンの日、もう相手に宝物出てもこれはしゃあないね。焼くしかない。もう焼かせてくれた。そこにちょっと手が出せないね。さあコーマ、とりあえず切り札的な。なんとかね、うまいこと相手がなんかもう対処できない間に終わらせたいんですけど。まあ、ここで殴られる分にはもうでも仕方ないね。それは OK。 甘んじて受け入れよう。サブロック、まあ今がチャンスですよね。今は何もできんからね。やっぱ黄金変えるとマナがすげえ楽だよね。その差がでかい。さあ残りライフが12。お互い3色デッキですけど1色縛られてるのは厳しいですね。本当にさ
さ、記憶の反乱。さすがにこれで山引くやろ。サタック。さあ、破壊不能をつけます。さあ、なんとかね、もう最強クリーチャーに暴れていただいて押し切りたいんだけど、さあ、残りライフが8。まあ普通に次のターンも殴りゃいいか。さあ、黄金化のドラゴン。アタック。もう1マナ土地が欲しかったな。お、ストーンジャイアントの聖堂。
参ったな。ほう。そんなやつがいたか。まあでもだいぶ削れましたね。かなり際どいですね。さあ戻します。さあ、ギリいけそうな感じになってきましたね。分からんけど。はい、対戦ありがとうございました。あー、なかなかしんどかった。まあ、なんとか勝ちましたね。はい。
はい、まあ3戦目事故らんかったのはでかかったね。もう2戦目はどうしようもなかったし。しかし今日はあんまり、あれだね、産業のタイタン活躍しないね。コウマめっちゃ活躍したけど最後。はい、まあそんな感じで、ティムル産業でランク戦でした。まあね、こう動かない環境がまだ結構長いんで、1ヶ月以上あんのかな ?1 ヶ月もっと ?2 ヶ月近くあんの?ローテーションまで。まあもう好きなデッキでランク戦やったりするぐらいしかやることがなくて、こんな感じでね、いろいろやっていこうかなと思います。はい、そんな感じで、まあ、今のうちに BO3 のねちょっと練習頑張りたいですね。はい、まあそんな感じで BO3 好きな方はぜひ遊んでみてください。 それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。